皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。お盆休みで皆さんゆっくりされてるんじゃないでしょうか。今年はですね、コロナが、猛威を振るっておりますので、なかなか旅行とかがですね行けない状況だとは思いますけども、近くのですねちょっと公園に行ったりとかですね、いろいろ楽しいことあると思いますんで、今回はですねダイソーでワイヤレスチャージャーが売ってました。ワイヤレスチャージャーもダイソーに売ってる時代ですなんですね。なんですよねっていうのはちょっとよくわかんないんですけども、これすごくないですか。いや最近ですねワイヤレスチャージャーアマゾンでちょっと2000円のやつ迷ってたんですけども、まさかのダイソーに売ってたので即買いしてしまいました。ということで早速開封していきたいと思います。さあ行くぞ。こちらのワイヤレスチャージャーはですね、薄いですね。手で持つとちょうど iPhone11 を、持ってる感じですね。例えるならば、何ですかね例えをなかなか思いつかなかったです。言ったのに関してはヒラメを横にして、ペシャンってしたやつとちょうど一緒ぐらいだと思います。というところで早速設置をしてみましたので、こちらの iPhone X ですね、最近登場率が高い iPhone X で、充電してみたいと思います。乗せてみるとですね結構反応はねすぐね反応はしてくれました。ただですね iPhone X さんなんと充電 100% でした。なのでちょっとこの Xperia XZ3 さんにちょっと登場してもらいましょう。で乗せてみたんですけども、あれちょっと反応がですねなくてですね、ちょっと置き方が悪かったみたいですね。ちゃんと反応はしてくれました。というところで、こちらの商品は 10W ですね。 10W っていうとクイックチャージにはなってないのかな、なってないとは思うんですけども、通常チャージですね。でも500円っていう、安さを考えると職場に置いたりですね、職場じゃない、車に置いたりとか、僕2000円のやつを買おうとしてたので、2000円分あれば4個買えますよね。4個分、職場と車と自宅と、寝室置いたりとかできますよね。なので結構いろんな場所に置けるっていうのでは便利がいいんじゃないかなと思いますね。このちょっと青で光ってるところもちょっと嫌いな人もいると思うんですよね。この青の光ってですね、嫌いな人はこの LED をぶっ壊せばいいと思いますけども、かっこいいんじゃないかなと思いますね。普通に言えばそういう感じですよね。これ用はバリしてますけども、瀬戸康史さん と、ドリッキンさんの対話を最近見ててですね、そして石井さん の、 あの男泣きってやつもさっき動画で見たんですけども、すごいですね。やっぱ YouTuber っていうのはいろいろ悩みを抱えてるんだなっていうのを再確認しました。僕も端くれとして多少の悩みはあるのかもしれないですけども、ほとんど悩みはないですね。基本的には。YouTuber を仕事にしてるわけでも何でもないので、とりあえず、収益化するまでは、こんな感じで Vlog 的な感じで、のんびりやっていこうかなって思ってます。それでは、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったという方は、グッドボタン。そして、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またね。